新発田駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ新発田城を訪ねます。では地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の新発田駅です。そして目的地が新発田城です。駅から徒歩20分ほどで到着します。城跡を見た後は城下の街並みを歩きます。では早速向かうことにしましょう。新発田市民文化会館です。ここに三の丸跡碑が建っています。そして北側には堀を挟んで二の丸がありました。二の丸南側の復元計画があるようですね。新発田城の櫓が見えてきました。東側から見た辰巳櫓、表門、旧二の丸隅櫓です。正面が辰巳櫓です。2004年木造で復元されました。石垣は切石を使った切り込み剥ぎ、横目地の通った布積みとなっています。また角の部分は三義積みとなっています。新発田城は1598年溝口秀勝により築城されました。城は1654年に完成し、明治時代に廃城となるまで溝口氏の居城となりました。元は上杉家臣の新発田氏の居城でしたが、新発田氏は御盾の乱の恩賞問題で上杉氏と対立し、反乱を起こした末に敗北し滅亡します。そして上杉氏転封の後、溝口氏が入城しました。こちらが表門です。まだ門が開いていませんので、先に堀の周囲を巡ります。その前に縄張り図を見ておきましょう。新発田城は本丸の周囲を二の丸が囲み、南に三の丸が突き出した輪郭、底角、平洋型の縄張りです。現在ではそのほとんどが陸上自衛隊の駐屯地となっていて、観光客が入れるのは本丸と二の丸の半分ほどです。本丸堀からは表門と3つの櫓を見ることができますが、西の3階櫓は自衛隊の敷地となっているため外から見るだけとなります。水堀近くまで降りてみましょう。こちらも復元が計画されています。南から見る旧二の丸隅櫓です。ナマコ壁がまた美しいですね。三階櫓に移動します。左側は広場となっています。こちらは後ほど訪ねます。三階櫓は事実上の天守です。屋根は定時型になっていて、3匹のシャチが乗っています。なぜこういう形になったのかは分かっていません。門が開きましたので、中に入ってみましょう。
内側から見るとこんな感じです。ではまず辰巳櫓に入ってみましょう。これは櫓の礎石ですね。石落としも復元されています。続いて表門に入ります。最後に旧二の丸隅櫓を訪ねます。もともと本丸鉄砲櫓があったところに二の丸隅櫓を移築したので、そういう名前になっています。窓からは先ほど見上げた帯曲輪の突端が見えます。この後二の丸周辺を歩きます。表門前の観光案内所では御城印が販売されています。二の丸西側の広場です。城址碑をこの位置で撮ると櫓が全く見えませんが、引きで撮影すると櫓を入れることができます。白壁弊社広報資料館です。1874年に建てられた歴史的建造物です。城下の街並みを歩きます。
ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。